いや、いいところに来てくれたね。ちょうど君に会いたいと思ってたんだ。最近、王宮で舞踏会が開かれてるんだ。聞いたことがあるかい？表向きには閣下王の慰労ということになってるんだけど、実態は母が自分の腹心たちを手なずけてつながりを強固にするための催しなんだ。その母の腹心に一人味方についてくれそうな者がいる。パトリックという男だ。舞踏会に潜入してこの手紙を渡してくれないか。それが多分一番安全な方法だと思う。ありがとう。僕は舞踏会に出入りができないからね。母が許してくれないんだ。仲のいい近衛兵に頼んで当日の警備を緩めてもらうよ。それを利用して会場に潜入してほしい。パトリックはたてがみのない仮面をつけているそうだ。それと青いマントをしていると思う。それを目印に彼を探すといいんじゃないかな。そういえば舞踏会には隣国の要人も招かれているらしい。僕も詳しくは知らされてないけど、母の客なら下手に接触して注目を集めない方がいいかもしれないね。さあもう行った方がいいよ。本来なら君がここにいるのはまずいからね。もう行った方。酒は好かんのだが、怪我だけはしたくないの。これは困りましたわね。そんな空気もまた怪我だけはしたくないの。何かね、私に用かね。これは、しかと受け取りました。返答は早めにいたしましょう。もちろん秘密裏にね。ありがとう。早速パトリックから連絡はもらったよ。やはり彼は母の戦王にかねてから心を痛めていたようだ。これからは僕と連絡を取り合い、母の暴挙を止めると約束してくれた。君がいなければこんなにうまくいかなかったよ。こんなことしかできないけど、これを受け取ってくれ。あなた、ベルント殿とお親しいようですね。彼は達者にしておられますかね。戦王の覚えめでたき近衛兵長も今や警備隊に隠さね。まこと嘆かわしい所業です。それもこれもリーサ様に愚かな愚心をした報復。もっぱらそんな噂ですよ。いやはや、後期派が宮殿の実権を握ってからは反後期派の肩身は狭まるばかり。あなたもベルント殿に取り入るのは良いですが、後期派の目にはくれぐれもご注意を。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。スベン公衆より耳寄りな情報が入りました。何でも王宮内に怪しげな荷物が運び込まれたと。受け取り人は大臣のアロルドという男で、王宮内でも後期派の最たるものです。その荷は明らかに公的なものではなく、アロルドは人目を避けるようにそれを受け取っていたとか。その荷がディーサの企てに関する何かである可能性はそれなりにあるでしょうな。夜、スベン公使がアロルドを自室に招き、アロルドを部屋から連れ出してくださいます。その隙に荷物の件を調べていただきたい。いかがですか？お引き受けいただけますか？真夜中から明け方にかけて
大臣の資質の鍵を開けさせます。何か怪しいものがないか調査していただければ。新たな依頼ですね。心してかかりましょう。到着できたようです。各社様、私たちは一旦ここでお待ち。各社殿ですか。警備長から話は聞いております。ついてきてください。立場上警備は続けねばなりません。いざ荒事の際はご容赦を。どうかお気をつけて。こんな夜に私を呼び出すとは何の用だ。まったく。それは私どもには、アロルド様と二人でと望まれたということは、それだけ内密の話なのでは。ようやく私におもねった方が得だと悟ったのかもしれんな。後期のお人形にしてはいい心がけだ。アロルド様、そのような発言は。ふん、構うものか。誰かに聞かれたとて私に逆らえる者など王宮にはおらん。いいか、ビルヘルミナが来たら部屋で待っているよう伝えておけ。だけど大事な話なんだ。各社王の即位について。なるほど。ですがそのような話ならば皇輝様も同席すべきでは。あらあら、また会ったわね。どこにでも忍び込むのがあなたの趣味なの。おい、誰だ。誰かそこにいるのか。あらあら、ダメじゃない。そんな邪魔をするなんてね。こんな時は一体どう対処すべきなのかしら。あ、ウィルヘルミナ様。うん、じゃあ失礼するわね。今日は外でしたい気分なんですって。でも人目があったら決して楽しむことはできないのよ。その意味はあなたにもわかるでしょ。申し訳ありません。せめてお相手の方のお名前を。詮索しない方がいいんじゃない。あなたの首が飛ぶかも。知ってるでしょ。あ、もちろんです。失礼しました。私は何も見なかったと報告いたします。危ないところだったわね。彼が簡単に騙される男だったことを幸運に思いなさい。女の行動に理由を尋ねるものではないわ。そうしたいからそうしただけ。あなたとはまた会えそうね。いつかこの借りを返してくれるのかしら。もう行きなさい。
おしゃべりの続きならまた別の場所でね。これだけじゃなんと。この印象は隣国のバタルのものですな。今は国交はないはずなのですが、書かれているのは約束通りカンナギの声を進呈する、ついては計画の遂行の時までにメルベ村の確保を急がれたし、それだけのようです。しかしこれでディーサがバタルと通じて何かを企んでいるのは間違いないと見ていいでしょう。現在は落ち着いていますが、バタルとは過去に幾度か戦争を行ってきた間柄、事実だとすれば由々しき事態と言えるでしょう。しかしカンナギの声とは果たして何なのか、それにメルベの確保とは。私の方でも調査を行ってみましょう。陛下はメルベに向かわれてみてはどうですか。ディーサラの狙いの一端でも分かればこちらも動きやすくなりますからな。それとこれをお受け取りください。ロギンの足しにでもしていただければ。ファズス、この男について気に留めておきましょう。これはこれは各社様では、私ですか、名乗るほどのものでは。そんなことよりもどうかこの杖をお受け取りください。ご存知ありませんか、今日は贈答の日と言いましてね。年に一度仮面舞踏会に参加する貴族同士で絆を深めるために贈り物を交換するのですよ。ですからこちらをあなたに。本当に立派な杖でしょうね。では私は急いでいますので、これであなたに幸運がありますように。まあ随分と変わった召し物ですわね。これをどうぞ。ごきげんよう。良い催しですな。受け取ってほしい。なかなか素敵なお召し物ですね。これをどうぞ。せめてこんな主席でもなければやっていられませんな。お互いに受け取ってくれ。あなたもお聞きになりましたか。いよいよ即位の宴が開かれるそうです。竜との戦いで傷ついた各社王様がようやくご回復なされた。なんと素晴らしい。本物の各社王様がベルムントをお納めくださる。これ以上の安堵はありませんわ。何か見たい。何かしら。何かご用でしょうか。参加者の皆様、どうかご静粛に。ただいま巡回の者から報告が入りました。ここ舞踏会場に賊が侵入した形跡があるとのこと。しばしの間ここを離れぬように願います。会場の周囲にも警備の者を置きますが、どうかご理解を。
なるべく早急に解決をいたしますので、どうか冷静に。解決まで時間はかかりませんので。戦など本当はしたくない。先ほど武闘会場より盗み出された品が発覚しました。秘宝とされる宝杖のようです。念のため所持品検査をさせていただきます。何卒ご容赦ください。検査はメインホールで行いますので、ご移動をお願いいたします。疑わしい人物がいたら身柄を拘束して構いません。我々が保証しますので、どうか犯人の逮捕にご協力くださいますよう。どうか冷静に。解決まで時間はかかりませんので。どういうことだ。ごめんなさい。私です。私がやりました。そうか、わかった。捕獲する。ご協力ありがとうございました。あなたのおかげで犯人を捕らえることができました。難しい判断ですわ。あなたはあの窃盗事件の時の。残念ながら盗まれた包丁はまだ発見されておりません。犯人に関する情報があればぜひともお知らせください。このまま何も進展がなければ職を失ってしまうかも。せめて包丁だけでも見つかればいいのですが。よく来たの。わしの店には名の通り一品しか置いとらん。嘘だと思うなら買ってみてくれ。ありがとうよ。いい買い物ができましたね。それなりの出費になりましたが。判断しないと。盗まれた宝杖を取り戻せなければきっと職を失ってしまいます。これは例の宝杖。よくぞ見つけて感謝します。これで職を失わずに済みます。本当にありがとうございました。宝杖を見つけてくださったご恩は忘れません。無傷で見つかったことも本当に幸いでした。力が溜まってきた。余計な危険。お前は各社か。何のようだ。笑いにでも来たか。杖を盗んだ目的、金に決まってるだろう。盗みの罪をうまく各社に押し付ければ借金を棒引きにしてやるって言われてな。誰に言えるわけないだろう。金は大事だが家族はもっと大事なんでね。それがバレれば貴族の地位を失うだけじゃなく国外追放までありうるからな。自分だけならまだしも家族を路頭に迷わせるわけにはいかないさ。だから何を聞かれても答えはしない。これ以上権力闘争に巻き込まれたくもないんでね。そこから調合素材を採取できそうです。各社様、私たちは一旦ここでお待ちしています。私を抱きたいという客は大勢いるけど、あなたはそういう連中とは違うみたい。なぜかしらね。私も昔はもっと平凡な人間だった。だけどある日それが一変したの。女一人で生きていくのは楽じゃないわ。それでもようやくここまで来れた。
ようやくね。申し訳ありません。ビルヘルミナ様は今お客様のお相手をしておりまして。そろそろ前向きに考えてはどうだ。わしの目かけになり、この腕に抱かれるお前の姿を、お前を独占したいのだ。わしがおらぬ間、他の者に抱かれる。それを想像しただけで胸が張り裂けそうになる。アロルド様、申し訳ありませんが、今日はもうお帰りくださいませ。積もる話はまたいつか。なぜだ、まだ何も。女の体には何かと面倒が起きるものですわ。そういえばお分かりになるかしら。そんな趣味があったとは驚きね。こっちにいらしたら。お礼を言っておくわ。あなたの覗きに気づかなければ、あの場であの男を殺していたかも。冗談ではないのよ。私はね、あの男を殺すためにここまで来たの。だけど、ただ殺すだけではダメ。あの男の悪事を何もかも明るみにして、その上で無残な死を迎えさせてやりたい。そう思っていたんだけど、何一つ証拠は見つからないまま、もう諦めるしかないのかもね。あなたがそこまでしてもらう理由はないわ。それにここまで私が調べてきて何も見つからなかったのよ。証拠が簡単に見つかるとは思えないわ。私はもう限界なの。もう私にできることは、囚人監視の前で無ごたらしくあいつを殺すことくらい。それでも証拠を探してくれるというのなら、3日よ、3日以内に見つけ出して。期待しないで待ってるわね。今さら証拠なんて見つかるとは思えないけど、あなたを見てると妙な期待を持ちそうになるわ。とにかくあと3日、私に待てるのはそこまでよ。牢の監視は激務の。アロルド殿は貴族。それならばベルント殿が詳しいかもしれません。私のこと覚えてる？ミルメコレオのオーナーがそのようなことを計画していたとは。本来ならば殺人の計画など看過すべきではないのでしょうが、アロルドといえば後期におもねる者の中でも特に大きな権力を持つ大臣。あの者の失脚は我々にとっても価値があります。問題はその証拠がどこにあるか。奴と取引をしている商人ならば何か握っているやもしれません。アロルドと関わりのある商人は商業区に居がありますが、そう簡単に秘密を明かしたりはしないでしょう。となれば何らかの証左となる品を独自に手に入れるのが確実かと。到着しました。一つ証拠を手に入れましたね。他を探してみるのも手です。なるほど、奴は好奇の目を盗み私腹を肥やしていたようですな。これはいかに好奇といえども、アロルドを容赦せぬでしょう。
奴を糾弾するには十分な証拠です。しかしそれでも暗殺などという強行を容認するわけには参りません。アロルドの暗殺を止め奴を糾弾するのであれば私も協力は惜しみません。なるほど、それもいいかもしれませんな。スヴェン公使の協力を得られれば、あるいは何かわかるかもしれません。アロルドの悪事を暴きたい。そう言われても僕には。でもそうだ、パトリックなら何か知ってるかもしれない。夜になったら彼の屋敷に行ってみるといい。公使の使いだといえば入れてくれるはずだ。私が拾います。アロルドか。奴の不遜な態度は私もかねがね腹立たしく思っていたところだ。以前奴の屋敷を訪れたことがある。壁にかけられた絵画の位置をしきりに気にしていたな。そこに何か隠しているのかもしれん。いかにも奴のような小心者がやりそうなことだ。今から私が奴を呼び出してやろう。その隙に屋敷に忍び込んでその絵画を調べてみてはどうだ。よし、わかった。では今すぐ急ぎの用事と偽って奴を呼びつけよう。奴が屋敷を抜け出したのを見たら忍び込むといい。二度目の機会はない。しくじるなよ。これは素材として使うものですね。後々役に立つ場面があるでしょう。これは証拠になるでしょうか。アロルドの手記のようですな。奴は今の地位に着く前、ある商家の使用人だったようです。しかしその商家を己のものにすべく主夫婦を事故に装い殺めたと。これが事実とすれば由々しき事態。奴を糾弾するには十二分に過ぎますぞ。しかしいかなる理由があろうとも私にも立場があります。暗殺などという強行は容認できませぬ。私はどうすればいいのか。陛下はどうなさるおつもりなのですか。わかりました、陛下を信じましょう。しかし実際に暗殺などが行われるのなら私も協力はいたしかねます。では陛下、この証拠を見る目これを得、私もできる限りの協力をいたします。ベルント殿は悪をなすことを認めないとのこと。しかし悪をなさぬ限りは協力をしてくれるようです。来たのね。もう来ないと思って一人で終わらせようとしていたところよ。それで証拠は見つかったの？ありがとう。よく見つけてくれたわ。これであとはあの男を殺すだけよ。それが私の最後の仕事。これ以上あなたが関わる必要はないわ。それとも最後まで付き合ってくれる？変わってるわね、あなたは。だけどどうしてかしら。
私も断る気がしないの。お願い、協力してちょうだい。私についてきて。左の部屋にアロルドがいるわ。入ったら奴を押さえ込んでくれる？仮面のことは気にしないで。ちょっとしたおまじないよ。おお、来たか。待ちわびたぞ。誰だ、貴様。やつを逃がさないで。下船の者とは話さん。話なら手短に願うぞ。話せ。何者だ。私にこんな真似をして、ただで済むと思うなよ。ああ、アロルド。あなたのような男にお似合いの格好ね。その声はヴィルヘルミナか。なぜお前が。まだ思い出さないの。この仮面を見て思い当たることはないのかしら。ならば、そう、あなたにとっては取るに足らぬ殺人の一つだったということみたいね。何のことを言っているの。あなたは若い頃、とある人間を殺した。自分の主だった商人とその妻をね。商人夫婦には子供がいたわ。生まれたばかりのその子はかろうじて救い出されたの。ウーバーによってね。まさかお前がその子供だったと。だがどういうことだ。お前の母は獣人だったはず。ならば当然子供も獣人だとばかり。そうね。幸か不幸か、私は母には似なかった。ただ一つの部分を除いてはね。これは母の分。そしてこれが父の分よ。ついに来たわ。全ての罪が明るみになる時がね、ハラルド。ハラルド様、何かありましたか。気づかれたようね。あれだけ醜い声を上げられれば無理もないでしょうけど。来た道は使えないわ。窓の方から抜け出ましょう。どうやらことをなしたようですね。ひとまずこの場を離れましょう。やはりあなたでしたか。まさかアロルド。いや、今は何も言いますまい。裏手に警備の隙がございます。さあ早くこちらへ。手回しのいいことね。さすがと言うべきかしら。明日の夜にでもミルメコレオにいらっしゃい。あなたにはお礼をしなくちゃね。それじゃあね。まさかアロルドを殺してしまうとは。これを機に我らの計画が露見する恐れもありますぞ。どうにか私の方で事件のもみ消しを画策してみますが、ご自身のためにも今後はこのような軽率な真似はどうかご自重ください。
かすぎるわ。今日はなんだかイライラするわ。ありがとう。よく見つけてくれたわ。あなたのおかげでようやく目的を果たせたわ。アロルド殺害の件、王宮の連中は事故として処理するつもりのようよ。あなたが見つけてくれた証拠を見て、下手に事件にしない方がいいと判断したんでしょう。まったく小賢しいことよね。本当にありがとう。何かお礼をさせて。ねえ、今回だけいいわね。特別よ。あなたに素敵な夢を見せてあげる。あなたのおかげよ、私の英雄さん。感謝してるわ。でも今日はここまで。これでおしまい。何者であろうと、この店はあなたの味方よ。覚えておいてね。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。即位の宴に出れば、陛下の置かれる状況も変わるはずです。何かやり残したことがあれば、今のうちにお済ませください。かしこまりました。即位の宴は明日行われるようです。しっかり休息を取り、朝から向かいましょう。離れましょう。我々の計画は不可能かもしれません。ひとまずいつもの酒場へ。即位の宴にて、店の王がポーンたちを従え、各社の力を証明したのです。スベン公使によれば、その際店の王は何かを身につけていたようだと。例の手紙にあったカンナギの声、あれは各社のごとき力を得られる道具なのでは。そう考えると辻褄が合う気がします。だとすれば、そのカンナギの声とやらを無効化せぬことには、陛下が真の格者であるという証明は難しい。先日捕らえた密偵から聞き出してみましょう。やつなら何か知っているかもしれません。こんなことになるとは思いもしませんでしたね。カンナギの声なんてものがあっただなんて。今は闇雲に動くべきではありません。デルント殿の検討を待ちましょう。密偵に吐かせた情報によると、バタルには怪しげな術を研究する研究所があるのだとか。その場所を調べてみる価値はあるでしょう。うまくいけばカンナギの行為を無力化する方法があるやもしれません。しかし、バタルと我がベルムントは国交が途絶え、砦を抜けることも容易ではありません。ですが、例の密偵がこれを隠し持っておりました。どうかお受け取りください。バタルの砦を抜けるための通行証です。しかもバタル王宮の印章付き。かなりの権力者が依頼したようです。これを持ってさえいれば、何者であろうとも
通行を拒まれることはありますまい。それともう一つ、通行証とともに興味深い情報を入手しました。ベルムント王宮付きの託戦士が現在はバタルに身を寄せているのだとか。その託戦士はかつて各社出現を予言したもの。しかしそれを快く思わぬ D 社によって国外追放されたのです。陛下の居場所が分かったのもその託戦士の力によるものだったようですな。託戦士は各社について多くの知識を持つもの。知り合っておけばバタル侵入の際手助けになるやもしれません。ベルント殿からの命を受け、あなたに少しお話が。ただ、何分内密な話ですので、場所を移させていただきます。まずはこれをお受け取りください。それは、流星の直剣、国宝の一つです。私は、その警備を担当するものでして、舞踏会場にある展示場から盗み出してまいりました。今は贋作を置いてごまかしていますが、念のため人目には触れさせぬようお願いいたします。その宝剣は実戦用に作られたものではありませんが、代々のベルムント王が儀礼に用いてきた由緒ある品。しかしそうした伝統をないがしろにする D 社のせいで、歯はかけかつての輝きも失われてしまいました。ベルント殿はその宝剣を完全に修復することで各社王復権の象徴とするお考えのようです。あなたが真の王として立たれるとき、腰に帯びた宝剣の輝きは民を魅了し、あなたの地位を確かなものとすることでしょう。長年宝剣を見守り続けてきた者としても、この宝剣が輝きを取り戻した様を見てみたいものです。しかもそれがあなたご自身の手でなされるとあらば、これ以上の喜びはありません。この国と宝剣の行く末は各社様にかかっております。どうかよろしくお願いいたします。精巧な作りの剣ですからね、波の鍛冶屋では扱うことはできないでしょう。ベルンワースの鍛冶屋に聞けば、腕のいい職人について何か知っているかもしれません。直したい剣があるって？見せてみない？こりゃすごい錆だな。どこでこんな骨董品を見つけてきたんだ？いや、ちょっと待て、これってまさか宝剣か？ひどいもんだな。戦闘用の剣じゃないからってここまで放置するやつがいるかよ。こうなっちまうと俺の腕じゃ修復は無理だぜ。そうだな、これを直せるやつがいるとしたらドワーフのバタルにいるっていう伝説の鍛冶屋くらいじゃねえか。バタルに腕のいい鍛冶屋がいるんですね。その人なら宝剣を直せるかもしれません。各社様かい、ずいぶん探したぜ。スベンテ坊やが会いたいそうだ。部屋で待ってるとさ。ベルントから聞いたよ。バタルに調査に行くんだってね。僕もあれから母の動向について調べていてね、こんなものを手に入れたんだ。母が書きかけで捨てた手紙なんだ。ファズスという人物に宛てたものらしい。目を通したけど、なぜ書きかけて捨てたのかも、手紙の内容も僕には理解できなかった。一応君に渡しておくよ。これが何かの手がかりになればいいんだけど、何か分かったら教えてくれるかい？時間があればでいいんだ。僕の立場でわがままは言えないからね。はい、各社様、何でしょうか？文章のことでしたらバルデマル殿が詳しそうですね。この手紙のことも何か分かるかもしれません。
なんじゃ、何か面白い書物でも手に入れてくれたのか。ん？これは、なるほど。今宵も月は雲の薄き帳に隠れおり、暖かき日の差す時を心待ちにするばかり。面白い。Dさめ、意外に教養があったようじゃな。これはな、一種の恋文よ。月は女、日は男を表しておるのじゃ。古めかしい言い回しじゃがな。つまりこの書簡の言わんとしておるのは、会えなくて寂しいということじゃ。はっ、あの D さんがそのような感情を抱くとはなかなかの驚きではないか。このファズスとかいうのが何者かは知らぬが、よほど入れ上げておるらしい。問題は前半のカンナギの声という単語じゃな。進呈されたと書かれておる以上は何らかの物質を指すのであろうと推測されるが、それ以上のことはわしには分かりかねる。バタルの出の者ならば何か知っておるかもしれぬな。文字がありますね。確認してみましょう。読んで。私は装備強化のための素材を発見するのが得意。この手紙に書かれたファズスという名前、エレーナ殿の話に出ていましたね。毎回うまくいくとは限らない。これも仕事か。やれやれ。あら、あなたですの。私に何か用がありまして。こんな書簡を見せて私に何を語らせようというの。そう、ファズスの名を聞いていたのね。だったら教えてあげますわ。ファズスは近所キューリーンの長らしいの。私はそこと取引していた。でもそれ以上は何も分かりませんわね。バタルの人間すらよく知らないらしいから、ベルムントの私には謎だらけの人物よ。これ以上知りたいなら、そうね、直接行ってみてはどう。各社様なら簡単ではない。